みなさんこんにちはサクラチップスは日本語リスニングのポッドキャストですこのポッドキャストを聞いた後に三つの質問に答えてみてくださいあなたが日本語をどれだけ理解できたかチェックしてみてください今日のテーマは温泉 についてです皆さんは温泉が好きですか私は温泉が好きです私は今ホテルに住んでいますだいたい三週間くらいホテルにいる予定です私がいるホテルには温泉がついています その温泉に毎日行って温泉に入って楽しんでいますそれが私の一日の最高の癒しの時間になっています日本人は昔から温泉が好きです国によっては他の人の前で裸になるのは 恥ずかしいだから温泉は行きたくないという人もいるかと思います。もちろん日本人も恥ずかしくなないいいわけではないと思いますしかしそれがもう生まれた時から当たり前になっているので温泉を楽しむ文化というのがとても あるんじゃないかと思います温泉に入ると1日の疲れがすべて消えますよく言われているのは寝る90分前に40度のお湯に15分入るこうするとぐっすり眠れると言われています なので私もなるべく毎日湯船、まあ、バスタブに浸かるようにしていますそしてここでは温泉がホテルについているので温泉を楽しんでいます残念ながら日本の温泉ではタトゥーがある人は入れないところが多いです そ,れその理由としては昔からのタトゥーのイメージもあると思うんですけれどもちょっとそういう人はちょっと入れないという施設が多いですねですが日本に来た時はぜひ温泉を楽ししんでほいいなと思いますそれでは。 今日はこの辺で終わりにしようと思います。じゃあ、またねー